クリップ S-210S-210 ロケットは東京大学宇宙航空研究所が開発し日産自動車航空宇宙事業部が製造した単断式で固体燃料を用いた観測ロケットである。安価な観測ロケットを目指すナイン計画において電離層観測のために 100km 以上の高度性能を持つものとして開発されたのが S-210 ロケットである。 プロトタイプや南極仕様等のバリエーションが存在し、合計49機が打ち上げられた。S-210 ロケットのプロトタイプ。PT-210 の1号機が1966年春に2号機が1967年夏に打ち上げられた。燃焼終了末期に機体に異常が発生したが、S-211 号機では改善された。PT は、 パフォーマンステストの略、計 210mm の汎用小型観測ロケットである、1969年から1984年まで、鹿児島宇宙空間観測所から13機が打ち上げられた。S-210 を南極用に仕様変更したもの、国立極地研究所によって、 昭和基地から31機が打ち上げられた。JA はジャパニーズ・アンタークティックの略。n アイロケット運用初期にレーダー追尾系の総合的機能の確認を目的として s 2 1 2 n アイロケット用レーダートランスポンダーを搭載し開発された。宇宙開発事業団によって1975年から1976年にかけて3機が打ち上げられた。 より高機能な TT-500 ロケットの運用開始に伴い運用を終了した。ありがとうございます。